なヨッシー選手ですが、現在はおそらくクラウドを使ってらっしゃるので、カムイ、あ、そう、ツイッター言ってましたね、なんかカムイ、はい、ちょっとずれてますね、クラウドから右に、ちょっと左、右でしたね、右にずれて、はい、カムイを選択。なるほど、カムイピカチュウというカード。ツイッターで今日ザクレイ君が、うん、カムイいけるのかっていうツイートをしてたんです。それに対して今日使いますみたいなことを言ってたのを思い出しました。ということで有言実行ですね、カムイ。さあ、ステージは終点ということで、これはピカチュウ側の復帰がやや苦しくなるかなというカードなんですが、カムイは近距離に、相手が、相手というか相手を捉えると、はい、かなりね、空中ニュートラルだったり、今みたいなコンボ、あとは下強だったりから、はい、コンボ入るので、ピカチュウ側としては、ちょっとヒットアンダーウェイ気味にね、差し返しを狙っていきたいカードだと思います。あとは攻撃の発生的に密着した方がいいのかなっていう、ヒットアンダーウェイか、超密着で、もう発生前に潰すとか、そんな感じじゃないですかね。しかし地上戦となるとね、カムイ側に分があると思うんで、やっぱ剣は強いですね。はいはいはい、はい、下投げしていく。これはもう、おうまいっすね。ステージを貫通する雷。まさか横火いろいろ変わりましたね。ディレイかけると地面突き刺すんですね。はい、地上で発動するとどの状況でも地面に刺します。はい、あ、そうなんだ、はい、優しい仕様。ただ今までの最速でやると本当に地面からちょっと浮いてた ところで出すので、発生早い代わりにそんな今までみたいにリーチはないです。あー、はい、なるほどね、リーチが減っちゃうんだ、はい、そうです。その代わりにディレイをかけると発生が遅い代わりにリーチがかなり伸びてる。横必殺技使ったタイミング、はい、横必殺技使ってちょっとジャンプする中でどのタイミングで出そうかなみたいな択が生まれてくるわけですね。そうですね、はいはい、そして出さないで着地するって言っても、なるほど、新しい択に感じますね。それは結構意外と今回めくりがないじゃないですか、はいはい、地上で歩いてる同士、うん、で横火でちょっと浮いてる間に相手をめくることができたりするので。そうなんですか、はい、なんか昇竜のビーコマンドみたいな感じで、あ逆昇竜のビーコマンドみたいな感じで相手を抜けるみたいな、それに近いかもしれないです、はいはい、なんかまあ今回今までにはないなんか面白い使い方もあるかもしれないですね、うん、さあここでかなりパーセント差が開いてしまっているが、これはピカチュウのコンボ。ピカチュウのコンボってね、火力が低いことで有名なんですけど、はい、ヒット数に対して。ああなるほど、はい、そんだけコンボつなげても、そうあれ重要級に2回殴られただけで抜かされるみたいな前作でもよくありましたね。さあカムイというファイター、復帰ちょっとだけ難があるので果敢に復帰として狙っていきますが、はい、うまく必殺技を使いつつ復帰していきますね。そうですね、ちょっとタイミングずらしたり、メテオもしっかりと下選手狙っているんですが、しっかりと全部避けてますね。あれ真上が弱い判定なのかな、確か。そうですね、羽の部分が武器判定、はい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 、はい、両肩にクラウドの剣背負ってると思って。あ、なるほどね、はい、超雑に言うと超雑に言うとそんな感じです。連続ヒットするクラウドの剣が両肩についてる、はいはいはい、真上に対してメテオを当てたいところを、はい、吉井選手がなんとかかわしてると、はい、そんな感じの復帰ルートだと思います。はい、しっかりとその下から復帰するようなところを潰すようなメテオを置いてるんですけれども、うん、ちゃんと横からうまいことを、はい、うまいこと。さあ、キンキのコンボ、うまいうまい、おっ、首を落としてしまう、うまいすぎる。今作回避が1回しか出せない仕様上、ああいったね、対空というかかなり航空に対して技を振っても、はい、全然展開として、ね、はいはい、いいので見せておきたいんですよね、はい、メタナイトとか上必殺技結構実戦に使うファイターとかだったら、はい、なんか一回見せておいて回避使わせるっていうのも手ですよね。なるほど、今度確かに一回も回避見てしまえばもう相手は回避する手立てがないので、そうそうそう、やりたい放題できると。暴れ以外、さあ状況としては空中ニュートラルだったり下強だったりカムイ側のねその火力差でちょっとピカチュウ側が苦しんでいる感じですが、はい、あ、これは全然ゴブ、ドブゴブのゴブですね。まだまだありますね。はい、さあ外出されてた。打球が強いぞピカチュウ。空中へ、空中へ、ダクチュガリですね。回避してももう一回枯れる、うん、素晴らしい。あ、ほらピカチュウはね、今作高い復帰としてるのが魅力なので、はい、空前とかに当たっちゃうとね、きついと。空前飛びますし、あ、おーっと、危ない。ラインなかったのでちょっと怖かったですけど、はい、次がラインない状態だと危険ですね。
今作あのライダーキックチェック飛びますね。あーダッシュピカチュウ使いの困った時にダッシュ監督の指示ヒサ監督の指示でしたねこのタックルは。いや困った時のダッシュ本当に頼れるんですよね。なんやかんや飛びますよね、うん、あれなんやかんや飛ぶと、はい、しかも見れるものではない、はい、便利ですね今作。しかもなんか Wii U と比べて結構飛びますよね、うん、あれこんな飛びます Wii U と比べて飛ぶのかな。 Wii U だって140とかないとダメですよね、まあ、確かに今120もないぐらいですよね、はい、まあ、ベクトル変更次第っていうところもあるとは思いますが、まあ、あの技をねとっさにベクトル変更するのは、はい、まず見えないですから、はい、ベクトル変更が間に合うかどうかって言われると怪しいっていう。というわけでございます。さあ、2戦目はポケモンスタジアム2ということで。はい。見ていきましょう。ポケスタ2だとどうなるんですかね。カムイ側が結構なんか、ダイエに対してもやりたい放題だし、着地補助もされるしで、はい、ピカチュウ側結構、面倒くさいステージに感じますが。そうですね。今作でも、せっかちゃんとか残ってたら、結構、電光石火とかね。おぉ天才か。あ、帰れる。危ないところ、はい、空中処理着手させて大大を経由したコンボもできるようになるんで、はい、火力も十分で、ね、伸びますね。高い差し合いライン詰めて詰まっていったところ先で取ってますね。しっかりと冷静に勝ってますね、うん、空中処理はこれこれはおお、なんかヒットストップ、ヒットストップで、いやらしいタイミングになりましたね。うまいなぁ。ロカスマッシュをああやって、首でかわして、超衝突を差し込むみたいなことも可能なんですね。そうですね。で、超衝突、おぉ、うますぎる。はい。あの、地上でディレイすると、まず先端の判定が出てから地面に刺すっていう形になるんで、ディレイで出して、一番痛い先っちょだけ当てるとか、っていうこともできるようになります。なるほど、はい、で低パスしてからその持続が地面に刺さるみたいな感じなんですかね。あ、大体そんな感じです、はいはい、で低パーセントで体がでかい相手には先端刺さってそのままあの持続でグサッと刺した時に相手もまた硬直されるんでライダーキックがそのまま入ってくる。おー、なるほどね、はい、結構面白いですね、はい、果敢にフック時狙うがうまく上から返ってきてしましましまいと。やはり剣でのターン継続が強いですね。着地狩りがね本当にピカチュウが苦しそうですね、はい、これは暴れが潰されちゃうんでね剣が強すぎて。あっ、うん、怪しい怖かった掴んでいる。2回目は食らいますね。そうですね、さすがに警戒しますね。あーの凝視ベクトル変更完璧、まだ耐えてますね。ポケモンスタジアム結構ステージが T 字なんで、はい、あの崖下からの雷が結構多分融通効くんじゃないかなっていう、ね、ところですね。あ、ダッシュ強いんですね。困った時の、はい、またやってきました。この先結構みんな立ち回りはステップに頼ると思うんで、はい、このステップに結構ダッシュっていうのは差しやすい技になるんじゃないかなと。なるほど、確かにガードできないですからね。いい着手狩り拒否、ロケット頭突きを使って横に移動してからって感じですね、はい。あ、今のがちょっと遅らせて出したパターン、ね、あ、そうですね、持続で先端が当たらなかった感じですね、はいはいはい、今のは今先端当たってたらピカチュウはもうかなたいにひとたまりもないって感じでしたか、はい、そうですね。あっと、これはいいですね、せっか見てるがベクトル変更完璧、はい、これがね、こういうからの違ったベクトル変更って感じですか、はい、おっと、パキッと刺していく。いやー、1本取られてるのでちょっと苦しいぞ、なんとか返していきたい。あ、空中ニュートラル嫌ですね。あれシールドすると硬直さ的にこうカムイ側なんか不利ですよ。そこまで不利でもないみたいなね、はい、ピカチュウ側不利みたいな匂いしますよね。ちょっとあの背中向けてると、あ、背中向けてると正面だと多分シールドキャンセル掴むとか。あ、でもピカチュウの、あのシールドキャンセル食うのはどうなんだろうな。前方位で取れるのか。空中前横尾まだ残ってますね。痛そう。前がうまいですね、先ほどから。おぉ、ここで見せてきました。いやらしい、まだ耐えてますね。おっと、空中昇飛び、ね、嬉しさからのアピールが出ますね。なん
空中後ろあれ飛びますね、やっぱベクトルもなんかほぼ真横になってえげつなくなってるっていう、飛びますね。ただでさえ前作からシールドさせて、まあ、仮面後は特に何も音が目なしという技だったんですけども、はい、今作もおそらく全然ないみたいな、ほとんどないと思います。感じの強力な技で吹っ飛ばしも健在というわけで、崖橋できっちり空中手を当てて撃墜という形で勝利を収めていったのは吉井選手でした、はい、ね、レベルが高いですね、はい、3本目ですね。ピカチュウかなり、はい、今作、強いファイターとね、あの下馬評が出回ってたんですけども、はい、あ、3本目か、3本目です1本目はあの監督の指示により、あ、そっかそっか、はい、佐選手が取ってますね。そうかそうか、はい、なんか1本取ったとか変な実況してる、はい、はい、3本目です。カーロス、ポケモンリーグですか、はい、ギミックオフですね。結構台がね、崖の上にあるってことで、はい、あのお互いの崖上がりの卓が、ね、ちょっと変わってくるのがこのステージの特徴と。そうですね、むしろ崖下の方がやりやすいまで、さすがに言い過ぎうまっ、お、うまい、ヒット数分かってますね、素晴らしい。これは狙ってきますね、積極的に。あ、おっと、あ、助けた、あーっと、これまで織り込み済みだったことありますか。なるほど、さすがにないか、さすがに貪欲すぎた、さすがに織り込み済みだったらもうカロスを知り尽くしすぎでしょう。まあ、あのこの、はい、カロスは終点型のステージと違って壁があるんでね、カメラは横一つ壁に、はい、技というかね、槍を差し込んで撃ち、ね、するみたいなのを、ただまあ追撃で横火打ってしまったんで、あの状況では出せなかったですが、はい、101枚差し込んで、さあ仕返ししてる上、今日なかなか取るの難しい技だと思うんですけど、カニキュー、しっかりと差し返しできてますね。さあ、密着の島津君対応弱で動かして、エッジガード、次の7口見せるです。千田選手、先ほどからロケット頭突きで、あー、うますぎ、上手すぎ、り分かってますね。結構ロケット頭突きで着地狩り浮かされてから、はい、あの読み合いを拒否してるんですけど、うん、彼とその後、抱き上がりの展開を勝ってるの素晴らしいです、うん、え天才かうまいですね、ダストシールドに関する適応力、はい、この辺がさすがの前作上位プレイヤーって感じですかでしょうね。ちゃんと分かりきってますね、ピカチュウが攻めたいところ。登ってみましょう、その先。さあ、ガキ狩りというか、ガキ狩りの展開、今度は判定出して復帰。うまい。石化もね、結構、はい、あの、位置を見るのが大変だと思うんですけども。そうですね。はい、逆に上位からすると、明確なスキーみたいな感じで、こう、一、は、緒、い、に狙ってきますね、石化の差し込みとか。そうですね。戦い差し合い。何を当ててやるかといった感じ。ダッシュ、さすがに当たってもまだ当たらないはずなので、そうですね、見せたくみたいな感じですかね。やるぞ、うん、結構大事ですからね。大事ですね。さあ、横スマ見えている。ダッシュ、うまい、うまいですね、浮いたとこしっかりと空中で追撃入れていきました、はい、着地を許さない、はい、カロスの台をしっかりと利用してました、うん、追撃するぞ。確かにラインがない状態で、あの横下と先端とかが誘ったら、はい、このパーセンテンスカチューでもひとたまりもないので、予防線張ってますね、壁に電撃当てて。なるほど、面白い角度が分かりきっている。なるほどね、空中も優しくに対して横下との差し返しが可能ができるということで、かなりこの中距離の読み合い熱いものになってますね、はい、ただ差し込みはできないですね。この電撃強いですね。はい、うん、崖上がり補助、なかなか機動力のないファイターなので差し込みが難しい。攻めなきゃいけないところ難しいですね、うん、そうなんですね。亀といたら多分結構相手に反撃を取って火力を取っていくファイターになってると思うんで、はい、どうやって差し込んだものかと。これはじりじり横火振らしましたが、しっかりとガードしている。ダッシュへ差し返し、うん、
お見事。位置が悪いのでゲッチにはならない。はい、うぎょ火力を通りたいところでしたが、おお転倒してる。確定空中芝で着地してパーセント、いい感じのリード開けてますね。そうですね、ストックリードを生かしているが、ベクトル変更が素晴らしい。それからね、横一つのでは絶対に死ぬものかと、妥協がないプレイ、はい、完璧ですが投げか入るんですか。飛びました今めっちゃ蹴ってましたね。そうですね、あんな蹴れるもんなんですね。レバーガチャしてなかったんでしょうか。まあ、あれは多分なんか、はい、もう 上投げで撃墜しちゃうからレバーガチャ諦めみたいな、はい、体力温存的なね、そういう感じで、はい、あったかもしれません。ワンチャン抜けれた説ありませんか。まあ頑張っててれば、はい、さあ空中しろ、この崖狩り攻撃上がる選択。今回今までのスマブラと違って攻撃上がりしっかりと攻撃判定出るまで全部敵が残ってるっていうね。はい、はい、そうですね、適当に技を置いてたら逆に負けたでござるということがなくできる、はい、なくなりましたね。うまい、めくる見て崖狩り怖いぞ。おっとまだ分かりませんねこれは。これはやだぞ、追撃が怖い。うまい回避使って崖も掴んで、あーギリギリ上から暴れて掴みも回避。おお危ない、まあ、耐えてパーセントはほぼイーブンみたいになってますね、はい、これダッシュ A 圏内じゃないですか。あ、空中 A、 さすがにピカチュウ側のダッシュ A 圏内ですね。そうですね、しかし安易なダッシュ A、 あー攻撃上がり振らしたうますぎる。いやー安易じゃなかったですね、はい、完璧なダッシュ A でした。しっかりと、うん、差し返しのダッシュ A、うん、で撃墜というわけで、はい、勝ったのは北選手、おめでとうございます。